なんていうんですか、課題と言いますか、はい、ピッチャーの足元、打球見失った、内野安打になります。バッター紅林、初球打った、ショート頭上抜ける、左中間へ、ランナー2人がホームに帰ってくる、さらに2点追加、5対1、紅林タイムリーヒット。2アウトランナーなしから4点を取ってきました。来た2点タイムリーツーベースについて紅林、2点タイムリーヒット。一挙4点、5対1。超ファインプレーというそんなプレーではあったんですが、